皆さんこんにちは、こんばんは。ミキサトルラジオ始まりました。今回ですね、第4回目の配信ということで、本日9月8日土曜日でございます。ラジオの前にですね、ちょっとまず皆さんにね、ちょっと謝らなければならないことがありまして、最近、本当に自分の事情だったんですけど、引っ越しをしまして、ラジオの方がね全然できなくて、8月の言ってたっけ25日に第4回のラジオをする予定だったのですが、ちょっと引っ越しの準備等々でいろいろバタバタしてしまいまして、結局9月8日に、伸びてしまいました。本当にお待たせしてすみませんでした。動画の方もね、演奏動画の方も全然上げれてなくて、リスナーの方からそろ最近怠けてるんじゃないかみたいな感じでいろいろ応援のメッセージなどをいただきましてですね、やっと復活したので、今年もたくさんライブをする予定ですので、そこに向けてどんどん軌道に乗っていけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。ミキサトルラジオ、毎月第2第4土曜日配信ということで、1ヶ月ぶりにちょっと配信になってしまいましたがですね、ちょっと飽きずに聞いていただけたらと思います。本日はですね、先月8月の12日にサマーライブ2018というのが無事に僕の方が終わりまして、前回のラジオがその前日に配信してたんですけど、サマーライブ2018を振り返ってですね、第2回の時に来てくれた浦野くんっていうスタッフと一緒にちょっとね、彼も今回照明をやってくれたので、それも踏まえて、そのライブの裏側というかね、舞台のステージでの話をちょっとできたらなと思います。というわけで第4回ミキサトルラジオ、どうぞお楽しみください。それではメイントークのコーナーに移りたいと思います。本日もゲストをお招きしております。前回と一緒ですけど、浦野くん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。2週間前にやっと僕のサマーライブ2018が終わりまして、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。無事に満席で終えることができました。はい、ありがとうございます。2週間も経っちゃったんですけど、はい、前回のラジオがもうコンサートの前日でね。そうですね、多分相当自分が余裕がなかった喋り方をしてたんじゃないかなって思うんですけど、その時はね、オーボエの質問とかね、ちょっと織り交ぜたけど、はい、今日はね、ライブを振り返って、はい、ちょっと浦野くんとなんかダラダラお話をしたいと思います。まずはスタッフをやっていただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそお疲れ様でした。お疲れ様です。まだ謝礼が払えてないんですけど、いやもうそこはですね、ミキサトル一番のファンとしては携われたことで、ありがとうございます。ちゃんと今月末にお支払いします来月末にお支払いしますので、ありがとうございます。あんまりこういうリアルな話はね、オンエアしない方がいいですけど。そうですね、しちゃいますけど、浦野くんは前回のラジオでも話したように照明をお願いしまして、そうですね、各曲のね、色を、曲ごとに毎回違う色というか、この曲でこの色にしたいなっていうのを僕が考えて、それで浦野くんがこう裏で色をいじってくれたので、あれはもう相当重役だったので。そうですかね。どうでした2回目の照明。そうですね、楽しかったですね。裏側でこうモニターを見ながら、こう音を聞きながら。モニターそっか映ってんだもんね。そうなんで、眺めは良かったですね。裏方ってね、本当に主役の立場ではないけど、本当にある意味主役より重要だなって自分も思ってて。いや、もちろんだけど、自分が演奏しながら照明なんかできるわけないので、本当にね、ありがとうございました。いえいえ、ぶち壊さなくてよかった。ぶち壊さなくて、暗転。日々の恨みをここで。僕はいつもルーツだからね。いやいやいや、積もり積もってたらどうしようって話でしたけど、もう
緊張感が伝わってきて、後ろで本当に出ていく時の緊張感、帰ってきてこうふうっとしてる感じ。結構あのちょっと何人かのすごい仲のいい方には話したんだけど、あの開演5分前ぐらいにもめちゃめちゃ緊張してて、自分がやっぱりね、あの大田区で演奏するって本当に緊張するのね。まあもう地元だからそう、まあ別にアウェイだから緊張しないわけじゃないけど、やっぱりね、見ていただけてる方々へのなんか思いがいつも以上に強いから、その分ね、なんかちょっといい演奏できるのかなみたいな若干不安も入り混じりながら結構緊張してまして、でショーホールの裏側がパーテーションになってて、そのステージがパーテーション貼ってあって、そのパーテーションの裏から僕あのひっそりこうお客さんの雰囲気を見ちゃったんですけど、はいはいはい、やっぱそれぞれがこうなんか開演前にお話ししたり、開演まで寝てたりとか、パンフレットを眺めていたりとか、なんかそれぞれこういろんなお客様の姿が見れて、なんかその時に何て言うんだろう、なんかその自分の勝手な都合で緊張していい演奏がお客様に届けられなかったら、それってちょっとプロとしてはよくないじゃない、なんだろう、いかがなものかと思ってね。もうそこがプロ意識が、そうですね、出た感じです。いやまあちょっとまだまだ未熟ですけど、あのそうだね、やっぱりそのお客さんに、来ていただいたお客さんに楽しい演奏を聴かせて楽しんで帰ってもらえるっていうのがまあ一番重要なことだと思うから、そうですね、うん、そこをなんとかこう乗り越えて、開演はね多分、まあ、緊張して見えて実際緊張もちょっとはしてたけど、開演後はねほとんど緊張してなくて、まあ、やっぱどっちかというと MC の方が緊張するんだよね。あもう演奏してる時はもうただ集中してるだけ、そう無我夢中に演奏するので、だからそういった意味でもあの内田くんのカブトムシの話はすごいね良かったと思う。ちょっと和んだ感じで、うん、ちょっと身内感も、そのお客様も身内感も半分っていうのかな、ちょっとありつつもやっぱり新しいお客様もいっぱいいる中でのちょっと一体感っていうのが生まれたかなっていう感じなんですけど、今回ですね、動画の撮影をですね業者って言うとちょっと堅苦しいんだけど、ちょっとプロのカメラマン、ビデオカメラをお願いしまして、結構本当にいい機材を後ろに固定カメラ1台置いて、で両サイドから部分撮りをしていただいたんです。初の試み本当に、なんか自分も今まで動画に対してのこだわりっていうのが、まあ、なかったわけじゃないんだけど、結局余裕がなくて、演奏で手一杯みたいな感じの部分があってね、その人にね演奏をお届けすることがさっきお話したように最重要で、その中でその、まあ、やっぱり演奏以外で映像とかを撮っていくとなると、まあねやっぱ重要なところではあるんだけど、なかなか頭が、そこまで余裕が回らないと。そう余裕が回らなかった、でその今回まあ、後ろで固定カメラを撮っていただきながら、その固定カメラをなんか後々お話聞いたんだけど、上下にしたり左右に動かしたりしていただいて、で部分撮りはごめんなさい、一人が横から各楽器のソロの時とかにこうクローズアップアップして撮っていただいて、でまあ、初めてお願いした方々で、動画の編集も含めて撮影していただいて、していただいた方々、ティーズムービースタジオ、はい、という会社の方々を今回まあ、お願いしまして、で本当に優しい方々って言っていいのか分かんないんですけど、まあ、動画編集とかも完璧に作っていただいて、それでちょっと今回のサマーライブすごいその方々仕事早くて、もうライブのあと1週間以内にはもう動画編集完成しました、一部試しにちょっと作ったので確認していただけますかって言われて、1曲目のリースリングって曲を、まあ、ちょっと見たところ、めちゃくちゃ完成度が高くて、はい、今まで僕2カメで
固定カメラをこうただただこうビデオ撮って、たまにアングル変えるといっても別に部分撮りも何もずっと動かないカメラを YouTube とかに上げてるんですけど、まあそれはそれでまあ味があっていいのかもしれないですけど、ティーズムービースタジオさんの、はい、まあ、作品というか編集した動画見た時に、これはもうDVD にして発売できるのではないかと思いまして、はい、なんと今回のミキサトルサマーライブ2018 DVD 発売決定しました。イエーイ、はい、初の DVD ですね。初のもう、はい、浦野さんからしたらやっとかよって思いもあるかもしれないんですけど、まあ、ライブで DVD を出すというのがなかなか今までなかったから、うん、なかなかまあ難しいのもありますけどね、うん、そうだね、だから本当ね良かったと思って、うん、うん、というわけでまあね9月のね最初の週ちょっとね正式に何日発売決定っていうふうにはまだ決まってないんですけど、9月1週目にはもう発売できると思いますので、まあ全曲じゃないんですけどちょっと著作権の問題もあって、はい、全10曲入りで、3000円で発売予定です。しかもちょっと、まあ、限定品じゃないや、なんだろう、限定じゃないよね、物販は限定ではないんだDVD の中に冊子を両面で、作った冊子をちょっと入れようと思って、はいはいはい、その冊子の中身見開き、はい、をちょっとここではあえて公表しないんですけど、買っていただいた方のみのお楽しみということで、まあ、ちょっと写真を入れようと思ってるんだけど、はいはい、まあ、何の写真が入っているかは買っていただいたお客様にしかわからないという。あ、もう買えばついてくる。あ、もちろんもちろん、別に10本に1枚入ってるとかいうそんなレアなものではなく、まあ、買っていただいた方に、はい、まあ、開けますケースを、まあ、そうすると右側にディスクがあります。左側に、まあ、DVD である冊子、まあ、今までその今回のライブで協力していただいただから浦野のクレジットも実は入ってまして。マジか、うん、あららら、照明浦野弘隆でちゃんと入ってるんで。恐れ多いです、制作スタッフの中に入ってる恐れ多いですそうそうそう、なのではい、ありがとうございます。まあ、浦野くんの名前も照明というところに入ってるんですけど、まあですね、この開けた中はもう買った人のみのお楽しみということで、ぜひぜひ、はい、また SNS で発売日程決まったらすぐ告知するので買っていただけたらと思います。はい、はい、というわけでですね、今日はミキサトルサマーライブ2018を振り返って、振り返ってって言ってもそんな振り返ってないかな。そうだね、触りぐらい触りぐらいだったね、まあ、またなんか続き詰めてきそうだねまあライブ今回結構大きいライブだったので、まあエピソード他にもいろいろあるので、まあ、お話ししたいなと。そうだね、文庫来たもんね。ああそうだ、そう、まあ、僕の親友の文庫くんという人が、うん、まさかのサプライズで帰国、世界に飛び立ってた文庫くんが世界からというか、まあ、海外からね日本に帰国して、ちょっとサプライズで僕のライブ聞きに来てくれまして、その話も今度、まあ、次回ちょっと時間あったらですね、はい、したいと。後編という形で、はい、後編と言ってしまった以上もう後編取らざるを得ないんですけど、はい、したいと思いますので、次回のメイントークもぜひお楽しみに。それではメイントークのコーナーこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。それではエンディングの方に移りたいと思います。第4回ミキサトルラジオ楽しんでいただけたでしょうか。今回はサマーライブ2018についての、まあ、エピソード、まあ、浦野くんがね前半って言っちゃったので前半を、撮り終えました。まあ、収録の日が実は8月中だったのでまだ DVD、発売予定みたいな感じで、メイントーク話しておりましたが、9月8日発売しましたまあちょっと DVD の宣伝してしまいますと、サマーライブで、演奏した曲、まあ、10曲をフォーカスして、
バンドとしての、オリジナル演奏、ついに映像化しましたので、どうぞ、お買い求めいただけたらと思います。説明欄の方にも詳細載ってるんですけど、10曲収録されて3000円で売ってます。もう申し込み欄のところから、枚数と申し込んでいただくと送料無料で発送いたしますので、ちょっとね、アマゾンさんとかでは売ってないんですけど、こちらの窓口からどうぞお買い求め、いただけたらと思います。その途中のね、特典の中の冊子とかもちょっとね、本当にめちゃめちゃ時間かけて作ったので、僕の、活動を始めて3年経つんですけど、3年経った、ちょっと集大成とも言える作品になりましたので、どうぞ、興味ありましたらお買い求めください。そしてちょっとライブ告知、何点か今日は4つかな、ライブ告知4つしたいと思います。直近は9月の23日日曜日ですね、僕地元大田区の平和島最寄り駅にある居酒屋、日本食の居酒屋、イサリビさんというところにて、ミキサトル居酒屋ライブボリューム2、つまり2回目なんですけど、2回目のボリューム2を、予定しております。9月23日日曜日、17時開場、18時半開演で、チャージ不要の投げ銭制となっておりますので、終わりましたら、ちょっと応援お力添えで投げ銭お願いします。投げ銭プラス、2オーダーとなっておりますので、気軽に、ご飯を食べる感覚で、聞きに来れるスタイルです。どうぞ、ご予約の方も受け付けております。その後がですね、大きいライブは10月の6日土曜日、オープンが19時、スタートが19時半、大田区民プラザショーホールにて、ミキサトルとサックスプレイヤー川光圭一郎によるジャズライブ、これもパート2。去年の12月にですね、神保町の楽屋というところで、2人でジャズライブしまして、そこから1年が経ち、今回パート2ということで、区民プラザショーホールで持ち込み、飲食の持ち込みが OK です。チケット2000円だけ払っていただけたら、もう好きにも食べ物を持ってきて、飲み食いしながらジャズの曲に酔いしれて潰れない程度に帰っていただけたらと思います。こちらのライブもすべて説明欄に詳細載ってますので、チェックしていただけたらと思います。その後が、11月の3日土曜日ですね、これも同じ大田区民プラザショーホールで、会場19時、開演19時半と時間も一緒なんですけど、このコラボはですね、今回初めてのコラボで、私オーボエプレイヤーミキサトルと、琴の奏者ですね、琴奏者の伊藤恵里奈さんという方の、コラボが決定いたしました。琴ということで和楽器ですね、オーボエはフランスの楽器なので和と洋の2大コラボという、名目でコンサートしたいと思います。そしてこの伊藤恵里奈さん、僕と、中学高校が同じ同級生なので、またねこういうビッグな方が同級生でいるっていうだけでも本当に光栄な機会なんですけど、今回こうコラボさせていただけることになりましたので、こちらの方もぜひ来ていただけたらと思います。そして最後の告知がですね、11月18日日曜日、お昼の公演ですね、13時オープン、14時スタート、場所がついに大田区ではなく、目黒区自由が丘にあるマッカートニーというライブハウスで、これはバンドでのワンマンライブですね。サマーライブ2018以降のバンドでのワンマンライブを11月にしたいと思いますので、こちらもジャズバーとなっておりますので、おしゃれな雰囲気に、自由が丘がすごいおしゃれな街なので、おしゃれな雰囲気に酔いしれながら僕のオリジナルの曲を楽しんでいただけたらと思います。そういう感じでライブ告知の方させていただきました。次回は今回9月8日分配信したんですけど、第5回はですね、予定通りもう引っ越しも終わって落ち着きましたので、9月22日配信と、予定しております。次回も楽しみに、していていただけたらと思います。リスナーの皆様からのお便りとかも、随時募集しておりますので、お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。